よいしょー、やってまいりました、江ノ島駅に、ね、江ノ島駅にやってまいりました。いやーマジで天気も良すぎ。猫人ってファミリーですから、やっぱもうみんなで楽しむっていうのがモットーになりますから、はい、皆さん呼んじゃいました。皆さん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 です。せい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 、俺らが猫ひた、ここは登場、ここは江ノ島、イエーイ、アーティスト呼びました。今回はちょっと呼び忘れちゃったってことです。すいません、ちょっとこちらの手配ミスなんですけども、ちょっと3人で楽しませてもらいます、はい。さあ、はい、駅から2秒ほど言い過ぎ。2秒は言い過ぎてるな。でもまあ見えるね、はい、歩いてきましたけど、うん、マジめちゃくちゃ近い。こちらでございます。来たー、タコせんべい、江ノ島タコせんべいってここに書いてある。電車がここに、これ電車なのかお店なのか。すごい。こちらどういったお店なんでしょうか。あの江ノ島名物でですね、はい、タコをそのままプレスかけまして、うん、おせんべいにしちゃうと。江ノ島で大人気のタコせんべい、2、3匹のタコを丸ごと使用して、およそ1トンのプレスをかけて焼き上げます。そしてプレスの時の音、こちらに注目です。これがタコの声って言われてんの。タコの声、吸盤がね、これでぺっちゃんこにしてるんだ。なるほどね。アイスで一番うまいやつが来たー。ちょっとおいおいおい、ちょ、断層有利だろ。断層のアイソレーションで、いや、アーティストだからね。確かに、うん、タコじゃないですか、うん、タコって軟体動物か。軟体だから、アイソレは大事っすよ。じゃあ俺から行こうかな。おおおおてん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 。じゃあもうちょっと決めようかな。あーああ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 あ、それ何、タコせん、僕何、タコせん、タコせん、タコせん、一つください。うわうわうわ、お、すごい、うガガッてなった。おおおおおお、どういくどういくどういく。全然一番心打たれたタコ人間を呼び出してください。みんなそれぞれが良かったんですけど、はい、特徴があって、今回それはもう色で決めさせていただきます。おー、一緒だったんで、色でんから、えクリーンだって。わうわうイエーわおー、きたー、四角ーきたー、でかー、いただきます。わ、いい音。うまい、なんだこれ、うまい、わタコの風味がすげえ。部位によってちょっと違うの、味も全部違う。あ、若干旨味、場所によって楽しめる。そう、場所によって全然。待って、大谷くん来た。あ、おい、大谷くん、大谷くん来た。ちょっと幸せ運ばないでよ。待って、本物や、江ノ電やないですかい。また街中に電車がありますね。でも待って、あるな、江ノ電モナカって書いてあるよ。モナカ、実際に使用されていた江ノ電の車両が店頭に置かれ、お店の顔にもなっている老舗和菓子屋の扇屋さん。こちらの名物が江ノ電ファンなら誰もが知る江ノ電モナカです。幸せの中に包まれているものは一体何でしょうかと。うわぁ、すげぇ書かれてる。あ、ん、めっちゃしっとり。特徴かと思ったら、お餅、これめちゃくちゃ美味しいですよ。やばい、冬の時食べたい。え、でもおっとりした、なんて言うんだろう、江ノ電のシートで食べたいな、一番は。
今シートで食ってたやつ今ジャストだね。ゆずあんです。ゆずあん気になるな。ちょっと想像つかないよね。おお、中もずっしり柑橘系の香りがふわってきたんですけども、次に甘みが現れてくる感じ。ほうほうほう、そう、めちゃくちゃ美味しいです。ごまあんでしたっけ。へえ、ごまあん気になるな。どう？あーあ濃厚めちゃくちゃ喜んでますこのごまの風味がすごい後から来るんですよね、うん、プラスごまのつぶつぶ感もなんとなく味わえる。うわすごい、あんこといいマッチなんですよ。このごまとあんこ最強です。これで満たされるお腹最強だぜ、江ノ電もなか。イエーイ、さすがお腹ともなかをかけたってことですね。いや美味しいな、すごい。なんで解説はしないでください。すごい一番恥ずかしいから。いやいや俺すげえ嬉しかったんだから。解説は一番今俺が言った瞬間一番笑えてた後受けね。あ、そういう意味なんだっていう後から来る笑い。でもこのカンカンカンってこの踏切のね、うんうん、この音が聞こえるのもなんか風情あるというか、うんうん、また来たいね。来ましょう、また来ましょう、ぜひみんなで来ましょう。今度は大谷くんも含めて来ましょう。含めて